じゃあ目をつぶってください。殺したり、殺されたり、叩いたり、蹴ったり、はい、占い師の人、潰したり、はい、壊したり、霊媒師の人、殺したり、殺されたり、恨み合いの人、蹴ったり、殴ったり、潰したり、狼の死体は嘘ついてはいけません。やりすぎて、それでそこでは残酷さがひどさが誰を下げなってしまって、面白くなって一人倒されるけど、叩いても、死んだら殴っても、喋っちゃ舐めても、もう死んでる、殺しても、殺しても、殺しても、もう死んでるってば。そんな風な、やがて、なんでそこら中身の殺しして、全滅からしよう、自滅、もう一回やり直し。また、女の子は生まれてきました。全部忘れていました。そして、恋をしました。そういう年頃でした。好きです。付き合ってください。ごめん、彼女いるんだ。え、誰その子。二人、付き合ってたんだ。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。どうしたの？とその他大勢の小鳥たち。10年ぐらい好きだった人に散々持って遊ばれた挙句、ひどい振られ方をしたの。つい大げさに喋ってしまいました。まあかわいそう、ひどい男ね。大丈夫よ、次があるわ。人はそれを架空のエンターテインメントとして楽しんで、すぐに忘れていきます。まあ別にいいけど。だけど3年もしたら、あんなに好きだった彼がただの三角に見えてきました。なんで私あの三角野郎好きだったんだろう。その頃、三角は結婚をして、そして新しい宗教を開いていました。夫婦の素晴らしい愛で悩める人々に希望の光を優しく照らしていました。気に入らない、なんか気に入らない。奥さんは少しだけ女の子を恐れました。皆さん、私をたぶらかしていたあの男が、今度はいかがわしい信仰宗教を開いて、多くの善良な人々を騙しています。傷つくのは私一人で十分です。みんな騙されないで。まあそうだったの、ひどい、みんなに教えなきゃ。でも待って、話はそう単純じゃないわ。実は彼もまたかわいそうな被害者なの。本当の悪者は陰で彼を操っているあの奥さんよ。本当のことはよく知らないけど、なんだかそんな気がしてそう言ってしまいました。少し後悔しています。まあ本当に、でも言われてみればひどい女ね。前々から怪しいと思ってたのよ。確かによく見たらそういう顔してるわ。全く恐ろしい女だわ。許せない、本当許せないわ。みんなで怒りの声を上げるのよ。え、行動あるのみ。そんな、よし、みんなでそんなあの女を懲らしめに行くわよ。待って、今こそ違う、正義の力を。さあ行きましょう。ごめんなさい、待って、違うの。奥さんのことを助けに行かなくちゃ。ねえ、私あの女の子のこと少し怖いの。うん、そうなんだね。うん、怖がったりしたら良くないって思って。でも、うん、そうだね。だけどどうしても、きっとあの女の子私のこと。ねえ、ピカッ、ゴロゴロドーン、キャー。奥さんが長年抑え込んでいた彼女への恐れが思わず一気に爆発し、天に雷を落とさせてしまいました。それを見ていた大勢はおじけづきました。あの三角はやはりたたり神だと恐れました。あの女の子は私たちの代わりに戦闘を切って悪を退治しに行ってくれた英雄だと称えました。人々はその女の子を神として祭り、そして三角をたたり神だと封印しました。そして英雄と悪の物語として後世に伝えました。
しかし三角の宗教を密かに信じ続けていた人々が声を上げ、その物語がでっち上げだと言い出しました。女の子の方を神としていた人々はそれを抑え込もうとしました。やがて戦争が起こりました。その頃天国では女の子と三角形たちは仲良くゲームをしていました。じゃあ目をつぶってください。狼の地上では人々が戦い続けます。殺したり殺されたり叩いたり蹴ったり殴ったり潰したり壊したり撃ったり殺したり殺されたり叩いたり蹴ったり殴ったり潰したり壊したり撃ったりやりすぎて、そこでは残酷さがひどさが良さになってしまって、面白くなって叩いても叩いても殴っても殴っても殺し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 ても、もう死んでるってば。そんな風な、もうやがてそこら中皆殺しして全滅自滅。もう一回やり直し。ありがとうございます。